皆さんこんばんは今年もこの季節がやってきました2019年版オタクが選ぶオタクが住みたい街ランキングトップ5の発表になります新社会人の皆さん新大学生の皆さんは本当にね東京がいかに怖い場所か分かってないです一歩間違えたら大変なことですよこれはあのー、この下北沢とかねあのーまあ、自由が丘 ねえあの最近流行りのこれ神奈川ですけど武蔵小杉なんかに住もうなんて夢みたいなこと言ってんじゃないですよ皆さん本当にこんなとこ住んでも何も夢なんかないですからね秋葉原一本じゃないですよこんなとこはねこんなとこに住んじゃったらもう本当に大学通ってあの中央大学で毎日ゴミみたいな動画を上げてるねあ,あ,あんなやつになっちゃいますよああいうねゴミのようなね吐きだめのような人生を歩むことになってしまいますこんなとこに住んでしまったらだからですね今日は皆さんの 人生の少しでもお役立ちに立ちたいということで、真面目にお宅がどこに東京住むべきなのか、本当にこれ参考にしていただきたいなと思います。トップ5形式です。なぜその街がいいのかと、路線も踏まえて説明していきたいなと思います。それでは、まず第5位の発表です。 すいませんオタクが東京に住んだ場合、オタクはどのアニメスポットに行くのか、アニメの街はどこなのかっていうところをまず説明しますね。えー、まず、ですねここ辺りですね、国際展示場正門、えー、国際展示場、まあ、このあたりっていうのはコミックマーケットの開催地でございます、東京ビッグサイトの目の前。まあ、お宅が、ね、東京住んでて コミはぬけなじじいがパチンコやめれないのと一緒でオタクは必ずコミケに行きます東京に住んでたら、えー、そしてですね、まあ、当たり前ですけど秋葉原もうアニメの聖地 二次元の聖地の秋葉原はもちろん外せない、ただ映画館はありませんが、上野にもですね映画館ができました、上野の、えー、東方シネマズさんが舞台挨拶とか、アニメの舞台挨拶も積極的に行ってます、そして、えー、先ほどのコミケの上にも、ね、あります、舞台挨拶の会場にもよくなります、豊洲ユナイテッドシネマさんがある豊洲駅、えー、そしてですね新宿、これ外せないですよ、新宿、もう本当に素晴らしいです、最近のアニメの成長が。 東京でね、新宿ほどアニメの映画館が多いところはないですね。新宿駅だけで6、7個ありますよね。多分アニメの映画館。まあ、アニメっていうか映画館自体があります。6、7個。そして、えー、新宿からね、1個、2個、3個、上の池袋、山手線1個、2個、3個上の池袋。 こちらはですね、えー、乙女ロードと言われてですね、オタクの街なんですよ。別に男性オタク、全拒否の街じゃないんですけども、えー、まあいかがわしい妄想をするですね、いろんな男性で掛け算をする女子たちがですね、えー、いつもですね、握手券だとか CD 物販会とかで列をなしている街なんでございます。だからですね、アニメート、アニメートあるんですけど、池袋に、1階から多分7階、8階建てかな、アニメート、めちゃくちゃでかいんですけど、もう全部が女子グッズ、もうほぼないです、男子グッズはほぼない。も <laughs> しょうもないキーホルダーぐらいしか置いてないです。そのなぐらい池袋ってのは女子の街なので、女子オタにはかなり必見。まあこの大体6つがまあ東京オタクがえ行ってしまうスポットなのかなと思います。この6個を起点にえどこに住むべきかというのを今から発表していきます。第五位、ル池袋です。 ありがとうございます2019年版で初めてのランクインとなりました第5位は池袋まあ僕の意見ですけども池袋僕は住みたいと思ったことはないですアニオタの僕でも住みたいと思ったことはないなぜならですが、えー、アニメの、えー、上映会とかイベントはあります舞台挨拶とかね声優さんとか来たりするんですけども あの街がね、やっぱり汚いですから、池袋って、僕、あの潔癖症なので、ちょっと住みたくないですね。あと、治安がかなり悪いです、治安悪め、えタバコの吸い殻とか、ボーンと置いてあったりとかします、そしてあの外国人が多いので、えー、やっぱり僕はね、ちょっと、ね、住むって考えたときに、池袋はね、候補には入んなかったですね、僕の中では。ただ本当にね今ものすごく人気 アニオタとかオタクじゃなくても、池袋住みたいっていう子が結構多いんですよ、それなんでかっていうと、まあ、女子オタっていうところでまあ女子の方が住みたいと思ったりとか、あと家賃が相当安いから、学生にも住みやすいんです、家賃相当安くてですよ、これ見てください。山手線通ってます。この… 緑のライン、山手線通ってるんで、新宿にも1本、えー、渋谷にも1本、えー、そして新幹線が通ってる品川とか東京、そしてもちろん秋葉原にも1本で行けてしまうというのがかなり魅力的ですね。まあ、一番遠い東京でも多分20分ぐらいかな、25分ぐらいで行けちゃいます。えー、そして、えー、有楽町線が通ってます。地下鉄が通ってるので、えー、1本で、電車1本で豊洲まで行ける。豊洲ユナイテッドシネマ、アニメの 4DX とかもある豊洲にも行けてしまうというところですね。そして ここが僕は一番魅力度高いんじゃないかなと思ってるんですけど、あの東京ってね、汚いんですよ、すべてが。もうあの僕ね、東京引っ越してきて、次の日に朝ね、ちょっとあのお腹空すいたからコンビニ行ったら、街中ですよ、普通の綺麗な道路のね、ど真ん中に、ネズミが、こんなでかいネズミが、これ大げさでもなんでも、こんなでかいネズミが死んでたんですよ、車にひかれて、内臓をバーって <laughs> ちょっとお食事中の方、すみません、そういう汚い町なんですよ。だからですね、東京から、 あのー、休みの日は出たいです、正直言うと、アニメの街も行きたいけども、東京から出たいってなっちゃうんですね、そうなった時に西武池袋線、花の西武池袋線、西武ドーム京セラあ西武ドームへと続くですね地獄のロードと言われてますが、ねですね西武、えー、池袋線、かなり有,有能ですね、えー、所沢に行けちゃいますし、えー、反能にも行けます、そして乗り換えて西武秩父に、えー、山のすすめとかね、えー、あの花の聖地に行けるっていう、旅行でもね、相当 えー、一本で行けるっていうのは強いかなと思いましたんで池袋住みたい住むというかいう、えー、アクセス的な面で、えー、池袋、まあ、ギリギリの第5位にさせてもらいました第4位は大崎ですありがとうございます2019年住みたい駅ランキング第4位は大崎になりました大崎こちら見て分かるようにですね山手線通ってるのに めちゃめちゃ駅名がちっちゃいし、全然目立たない駅なんですね、これ。えー、まあ、僕もですね住みたいかと言われれば、普通、うん、本当に嫌でもないしいの、住みたいわけでもないっていう感じで、治安も普通ぐらい、家賃も安くもないし、高くもない、本当に普通ぐらいな地味な駅なんですけど、これね、オタク路線としては相当有能です。僕、1、2番ぐらいだと思ってます、大関はえー、なぜかというと、ですね山手線が通ってます、新宿、池袋、上野、秋葉原、もちろん行ける、えー、山手線は本当に大事ですね。そして、えー 国際展示場駅、この国際展示場駅ってものすごく行きにくいんですね、ここら辺が江東区だったりとか、港区っていうのは、もう埋め立て地ですんで、相当ね、路線がまだね、出来上がって ってない節があるんでですよここら辺12回乗り換えるときもね路線が臨海線とかねあのゆりかもめだったら乗り換えのときにお金が結構かかってしまうんですねそこに1本で行けてしまうというのが大崎のかなり強い魅力かなと思います臨海線通ってるのは相当熱いです、えー、臨海線が通ってるなら、えー、なぜなぜとあのコミケだったら国際展示場正門というですねかなり分かりやすい駅名があるじゃないかとこれはゆりかもめが通ってるんだけどもなんでゆりかもめはダメなんだとゆりかもめが通ってるんだけどもなんでゆりかもめはダメなんだと ゆりかだと新橋から出てます新橋から1本でゆりかもめ行けるんだったらこっちの方がいいんじゃないのか新橋だって山手線通ってるだろってね言う方いらっしゃるしだと思うんですけどもあのね 始始発発じじゃゃゃゃなきゃ負ける負けなななききダメんんでですすよよ負けだからですね、ゆりかもえっていうのはですね臨海戦よりも遅いです、始発が出るのが。要するに、えー、大崎に住んで、えー、始発ダッシュって呼ばれてるものは、国際展示場の映像が使われてるんですよね、あの映像、いつも皆さんが見る映像っていうのは。だからですね、大崎に住むのが、まあ、オタクとしては賢明な判断かなと私は思いますね。第3あちょっと ててきてますねちょっとなんかしないかな。あちょうどいいとこに、隣の吸血鬼さん第1巻のブルーレイ、定価8000円、Amazon で買えるやつがちょうど置いてあったんで、これね、ちょっと支えにしますわ。ちょうどいいとこに置いてありましたね。はい、ということで、第3位は、豊洲になります。豊洲がですね、前回は第1位だった豊洲がここで来ました。第3位 まあ前回と本当に同じ理由になるんですけど、路線は相当弱い。豊洲っていうのは先ほど申し上げた池袋に一本で行けますね。有楽町線で。そしてあと、ゆりかもめ。始発がちょっと遅めな国際展示場、正門に泊まるゆりかもめモノレールが走ってます。ということ以外は、本当に行ける場所っていうのがかなり限られてきます。そのぐらい路線は相当弱いんですけども、えー、なんで豊洲を選んだかっていうところ、まあこれは住みやすいに特化した街っていうところですね。えー、まず治安は相当いいです。ファミリー層向けにも 使われてて、今からどどどどんどんんどんん都市開発も進んでいきます。路線も多分出来上がってくると思います10年後ぐらいにね、えー、そのぐらいやっぱこれからの発展が目覚ましいところですまあ相当家賃はお高い相当家賃はお高いんですけどまあ住む上では本当に何不自由な生活ができるのかなと思いますそして、えー、まあ押せる理由の一つなんですけども豊洲ユナイテッドシネマがめちゃくちゃ有能なんですね僕は東側で秋葉原とか新宿池袋まあいろいろアニメの街はありますけど二次元の街はありますけど豊洲が 今後来ると思ってますもちろん新規場とかねあのー、舞台挨拶とか、えー、舞台挨拶はないけどああのー、まあ、ライブ会場だったりイベント会場があったりする場所もありますしこれからどん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 オタクの街として発展していきそうな気はしてますユナイテッドシネマさんの試みがすごく良くてもう ファミリーソン向けの街なんですよ。めっちゃリア充の奴らばっかしか来ないとこでリリカルナノハをやったりとか、えー、ガールズパンタの 4DX を放送したりとか、まあ、フェイトステイナイトとかのね、ヘブンズフィール舞台挨拶をやったりとか、もう深夜アニメの劇場版は絶対ありますね、豊洲のユナイテッドシネマそのぐらい二次元の映画っていうのをものすごくね、リスペクトしてるので、 すごい豊洲のユナイテッドシネマは僕は大好きな映画館というか東京で一番大好きな映画館は豊洲ユナイテッドシネマですもういろんな映画館行きましたけどねそのぐらい素晴らしいので僕はこれからの豊洲に信じてるので、えー、豊洲を入れてます海で釣りもできますよね東京じゃ数少ないですね海釣りスポットでもあるのでもう街中のきれいなレンガ町のね道の中で、えー、釣り竿をを、ね、投げて、えー、そしてメバルとかが釣れたりするみたいなんで、えー、本当に住みやすい町としては豊洲はかなりいいと思います 第2位は駒込です。第2位、駒込になります。駒込はですね、なかなか聞いたことない方が多いかなと思います、地方の方は。一応、山手線が通ってますんで、何度も言います。新宿、池袋、上野、秋葉原、黄金ラインが通ってますんで、えー、まあ、アニメスポットにも行きやすいと。ただ、それだけじゃなくて、僕はこのランキングに重視してるのは、まあ、もちろん路線もそうなんですけど、住みやすさの方が僕はちょっと重視してます。で、文京区なんで、駒込っていうのは、文京区っていうのはかなり治安いいです。 えもう東大前駅、東大から2駅しか変わらないっていうところでどれだけ治安がいいかと、ファミリー層も住みやすい、そして、あのー、大学生の方はかなり多いですね、学生さんは相当多いです、住んでる方、だから家賃も比較的、比較的というか、かなり安めです、山手線通ってても、そしてですね本当に、あのーまあ、電車移動がメインになります、うん、どうしても若い人だったら電車移動メインでも全然へっちゃらだと思うので、まあ、映画館とかないですからね、このそばに、この巣鴨なんて風俗が風俗みたいな変なのしかないですからね。えー、だから、まあ、この,菅野の 誘惑とかに耐えて西日暮里の誘惑とかに耐えて,耐えて皆さんに秋葉原そして池袋に行っていただくという形になりますここまで出てくればもう映画館出てきますから、えー、そちらの方で映画を見ていただくとまあ電車移動がメインになりますがまあ若い人とかね初めて東京に来る人には僕は細々相当おすすめしたいなと思います是非一回ね内見行ってみてくださいそれでは2019年お宅が住みたい街第1位を発表します第1位岩本町になります ありがとうございます。まあ、岩本町どこかと。 秋葉原に最も近い駅です岩本町というのはですね、まあちょっとずるなんですけどね、えー、まあこれはね、路線を使わなくていいのがまずいいですね。岩本町から秋葉原もちろん歩いていけます。徒歩1分ぐらいですね。そして先ほど申し上げてます、上野東方シネマさんっていうのができました。上野東方シネマさんは実は上野駅ではなく、御徒町駅にあるんですね。御徒町にももちろん歩いていけます。多分徒歩で10分かかるかかかんないかぐらいですね。そのぐらい近いです。そして、えー、何より押したいのがですね、えー、岩本町都営 新宿線というのが唯一走っておりますこの線というのは新宿にもちろん行くんですが、ね、新宿で降りるわけじゃないんです、実は私たち新宿で降りません、東映新宿線乗るなら、えー、どこで降りるかと新宿3丁目で降ります。 新宿3丁目で降りた方が、アニメを、ね、よく、ね、上映している映画館っていうのがものすごく近いです。バルトナインさんだと徒歩3秒で着いちゃいます。そして角川シネマさんとかだと徒歩30秒で着いちゃいます。そのぐらい近いんですね。新宿から降りて、えー、そういうあの劇場館に向か,向かおうと思ったら、 歌舞伎町だとかね、人通りが多いリア充のね、臭い香水つけたね、あのやつら、ね、3次元の女子,女子の中をね、歩いていかなきゃいけない非常に不愉快ですんで、そういう時になったら新宿3丁目の方が全然いいんですよ。もう本当にもう直行直帰、駅から映画館の、えー、あ歩きしか僕はしてません。もうコミュ障ですから、えー。そのぐらいですね、えー、帰る時にもですね、中央線、総武線、山手線、新宿から帰る場合っていうのが相当混みます。それがですね、新宿3丁目から乗ることによって、えー、あまり渋滞もしない。 思わないですし。し、えー、渋滞もしてないですし。しえー、まっ、あ、すぐ帰ってきても岐路に着くことができるということは、僕の中で相当な魅力かなと思います。えー、ですが、まあ国際展示場とかねコミケにはね1本ではいけません。1回乗り換えが必要っていうところなんですけども。まあでもそれでもね。えー、まあ、それ相当いいかなと。秋葉原に歩いて行けるっていうアドバンテージは何者にも代え難いかなと思いました。私は。 はい。というわけで以上で2019年オタク住みたい街トップ5になりました。えー、あとね、他におすすめしたい街は、えー、どこだろうな。あ、ここら辺ね。大井町線の自由が丘から、えー、ニコタマ川のとこって僕すごい住みたかったんですよ。ここら辺って。なんでかってすごい街が綺麗。路線はね、カスなんですけど、すごい街が綺麗で、電車が路面電車みたいな感じでね、もう剥き出して走ってたりとかね。ここら辺っていうのはものすごく、まあ、住むにはすごい適してますよ。えー、あとそうだな。あとは、まあ、ソーブラインですね。 えまあ千葉から続いてくる、まあ、土居中千葉からですね続いてる、えー、このソウラインってのもですね秋葉原、新宿にもたどり着くようになってますんで、このソウラインもかなり僕はお勧めしたいなと思います。まあ、ですが、ですね中央線ラインっていうのは、ですね中央線から向こうに行ってしまうと、えー、劇場感がないです、アニメの劇場感は、新宿出るしかなくなっちゃうんで、えー、こっち側はあまりお勧めは僕はしません、まあ、上とかもまあ面白いのかなと思いますね、北千住もかなり路線はいいんでね、面白いかなと思います。 うんまあ下ら辺はねかなりここら辺は家賃が高いスポットになりますんでそこまでおすすめはしません、ここら辺というのはね。えー、まあ大体です、ね、えーまあ、家賃がまあ住むに適している家賃で、えー、今回は選ばさせてもらいました、えー、私がですねこの後が <laughs> はいというわけで以上です。